ました、ありがとうございます、あーとか思うんですけども、えーみたいな、何人で言ってんのこれじゃないと絶対に後悔する。今日はですね、なんと私のこの YouTube チャンネルなんですけども、登録者数が1000名を達成しました。感謝の意味合いも込めまして動画を撮らせていただこうと思います。今日はね、こちらは、私の自宅になるわけなんですけども、皆さんにね、今言った感謝のメッセージであったりとか、まあ、せっかくなんで現在に至るまでのね、経緯、近況報告ですね。普段は旅の動画ばっかりなんでね、興味あるかないかは知りませんが、生活の部分であったりとか、どのように日々過ごしているのかなどの話、お仕事でね、関わってる方はね、いろいろと今後どうするああするみたいな話はしますけども、でもね、これは旅チャンネルなんで、旅に関連することを中心にですね、まあ、少しビジョンなど語れたらいいかなというふうに、まあ思っております。まずね、感謝のメッセージということなんですけども、こちらのチャンネルっていうのは、開設して9ヶ月経っておるわけなんですね。動画はちょうど50本なんですよ。当初私がね、こうチャンネル立ち上げて、せっかくやるんだったらと、僕も中途半端あんま好きじゃないんですな。やるならやる。そうやってちゃんと YouTuber として成功されてる方々の秘訣みたいな動画もちょっと見てみたんですよね。やるんだったら、なんか注意事項とか、ポイント、コツ、いろいろあると思うんで、ノウハウ的な部分。で、それをこう見させていただいたときにですね、まずはね、まあ、動画を50本でも上げろとか、うまい下手かかわらず毎日アップしろとか、いろんなことが書かれてたんですよね。私自身の元々のね、マインドというか考え方としては、とりあえず上げるっていうのは結構あるので、まあ、とりあえず上げるかということで、まあ、50本上げてたら、本当にこう、ちょうどね、1000人というところに、まあ、達成したので、とりあえずやったっていうことなんですけども、この上げてる道中の中で思うことっていうのはいっぱいあったわけですよ。それは自己紹介の動画っていうのをね、以前撮らせていただいたと思うんですよ。一番初めに上げてる動画ね。もう見てもらったらまあわかるわけなんですけども、あれを上げてからね、やっぱり引き続きこうずっと動画を上げ続けたわけですよ。過去に今まで私が言ってきた部分をですね、それを上げてる中でね、まあやっぱり私も視聴者の声というのも気になるんですけども、多分他の YouTuber さんとも一緒だと思うんですけど、初めはまあ知り合いの方の方が見ると思うんですよ。全く他人のね、旅のチャンネルなんか見るのみたいな。私自身も疑問だったこともあるし、顔は広いタイプなんで多いと思うので、まあそういった方が、まあ、初め興味本位で見てくれて、で、いくつかアップしてるとね、中にはですよ、実はうちの子供がすごいこの動画をね、見て、面白いって言って、子供と一緒に見て、子供がファンになってるんですみたいな、嬉しい声を、まあ、いただいたりとか、家庭環境とか今の現状のね、生活的に旅行に行けないので、こういう動画を見させてもらってね、私自身が旅行に行ける気分になれるよ、でいつも楽しく見させていただいてますみたいな、まあ、そんな声いただいたりとかですね、その声が非常にやっぱり励みになりましてね、やっぱり見てくれてる人がいるんだったらきちんとやろうという気持ちっていうのがもちろん芽生えますので、ちょっと私はその気持ちに応えたいなっていうね、大切なね、視聴者の方の時間をいただいてるわけですから、私もせっかくだったらいいものを見ていただきたいなというふうに思いながらね、まあ、いいものって言っても実際はもう過去の動画も多いので、まあ、編集かなということで編集にも力を入れてアップロードしてるということです。で、そんな中で結論、皆さんのね、声があったからこそ、やっぱりこうやって50本上げ続けることができたし、1000人の登録者っていうのを達成することができたんじゃないかなということで、本当にありがとうございます。じゃあ今日はね、記念と言いますか、ここまでやってこれた理由というかね、やってこれたってなんかすごいね、大げさな言い方かもしれませんけども、今後もやり続けますが、経緯みたいなものをですね、ちょっと今日は話していこうかなと思ってます。はじめはね、やっぱりこう、過去の動画をとにかく上げていったっていう感じなんですよ。正直私もわからなかったんで、わりかしはじめは自分の好きなところの動画とか上げてたんですよね。そうするとね、反響が取れる部分と取れない部分っていうのがまあわかるというか、再生されてるっていうのは興味持たれてるし、されてないっていうことで興味ないわけでしょ。ファンの数、人気があるとか、まあいろいろと見方はあると思うんです、その数字に対してね。やっぱり僕もアップしてる以上は見てもらいたいなと思ってやってるわけなんで、見てもらえない動画見た時に、動画一本一本が作品みたいな、子供みたいなもんなわけですよ。なんか全然構ってもらえてないこの子みたいな感じになっちゃってるので、あーとか思うんですけども、視聴者の傾向みたいなものが少し分かってきたわけなんですけども、そんな中で大きく分かったことが一つあるんですね。これはまあなんとなく分かってたことなんですけども、私ね、もともとですよ、世界74カ国、まあ、行ってるんですよ。100を目指して
言ってたわけなんですけども、コロナみたいなものが、まあこうやってね、今、いろいろと、まあ問題になってるわけなんですけども、それが原因となり緊急事態が出てるみたいな感じで、日本からまあ、私はもう一度もそこから出てないんですね。当面本当に出る気もないんですけども、コロナが落ち着いたらっていうね、海外行って、ちょっと病院とか大丈夫なのかなとか思ったらちょっと怖くていけないので、まあそんな兼ねもあってね、やっぱりこう、私がずっと旅をしてるもんですから、日本でね、じゃあ、重視がまあ向くわけでしょうですか。最新の動画の方が YouTube を意識して動画を撮ってたりするんですよ。だから結構見応えがあるって言ったらですけど、これだけを意識して旅行に行くようになったので、まあそういう意味でも最新の動画と古い動画とこうミックスさせてアップしていくと、やっぱり分かったことがあって、一番はね、これはもう本当に嬉しいか悲しいか、まあ悲しいのかな、どっちかって言ったら、日本と海外だと日本の方が圧倒的に見てもらえるっていうね、みたいな感じなんですけども、僕も日本好きなんですよ、すごいね。世界74カ国で、ね、まあ行って日本が好きっていう結論に、まあ、行く前から思ってて行ってなお思ったんですよね。もちろん海外がダメとか嫌いとかってことじゃないんですけども、まあやっぱり日本って食事が美味しいし安全だしとかね、衛生面も綺麗だしとかも言い出してきりがないんですよ。日本語通じるしとか当たり前かもしれません。まあそういう感じ好きなんですけども、ですがやっぱりね、こう海外が当たり前のように利益した時っていうのは、まあ、世界遺産見て感動したりとか、日本では体験できないようなね経験とか景色とか見させてもらって感動っていうのもあったので、まあそういう部分ではねやっぱり海外だなと思ってるんですが、最近はねコロナ禍で日本を中心に行ってますから、日本いっぱい行ってますよ。行きますとね、やっぱり日本の動画を見てもらえるんですよね。YouTube を目指してる人向けの話かもしれないんですけども、見てもらおうと思ったらね、登録してる人に見てもらいたいわけなんですけども、でも現実ですよ。みんなそんな時間がね、やっぱ限られてるし、他にもいろんなチャンネルある中で私をまあ見てもらうっていうのも、やっぱり物理的にね、時間もあるわけですから、知らない人がやっぱり見てくれるような状況も作っていかないと、チャンネル登録者数を増やし続けることも難しいでしょうし、再生数を増やし続けることも難しいわけですよ。そうすると、やっぱり僕のこと知らない人も検索でね、地名とかホテルの名前とか、何かしら好きな検索ワードで引っ掛けて、上位に私が表示されるかどうかっていうのが問われてくるわけですよね。そうすると、やっぱり人気のホテルとかね、皆さんが興味があるようなところっていうのは、やっぱ上位表示されやすい。上位表示されるっていうか、そもそも検索数が多いんですよ。その上で私が上位表示されるかどうかで、もう思いっきり再生数が変わってくる。もちろんサムネイルとかもすごい重要なんですけどね。そういうことも分かるようになったっていうか考えるようになりました。どうやったらやっぱりこう見てもらえるのかなっていうのをやっぱり意識して。今これスマホで撮ってるんですよ、ちなみにね。昔はもうちっちゃい頃ね、ビデオカメラとか、一眼レフ、あと GoPro、360度カメラ。まあいろいろありますよね、カメラって。でもこれ、いろんなカメラ試したんですよ。どれもいいとこあるんですよ、すごい。だけど、もう結論どうなったのかっていうとやっぱスマホなんですよね。ちなみに私は iPhone より Galaxy 派なんですよ。二台持ちなんで iPhone がダメって言ったわけじゃないんですけども、カメラの性能は Galaxy が好きなんで、今 Galaxy に撮ってるんですよ。いろいろ試した結果、スマホがいいじゃんみたいなね。まあそれはいつでも手軽にポケットでパッとこう撮れるみたいなところとかね。ビデオカメラをこうね、一眼レフとか持ち歩いてやってると、中には撮影ごめんなさいとか怒られることもあるんですけど、スマホだったらもうなんか、あんまり注意されないっていうか、注意されないところをクリアするためにっていうわけじゃないんですけども、露骨な撮影はみたいなこともあるので、まあそういう兼ねもありまして、やっぱりね、スマホで撮ってるわけなんですけども、この撮った動画をですよ、今度は編集しなダメじゃないですか。編集は私がね、やってる方は実際やってないわけですよ。そんなのも時間がないですからね。これもね、やっぱり初めは一人だけね、メインでやってくれるスタッフの方がまあいているんですけども、だけどね、やっぱり中には毎日アップしないといけないよっていう人もいるんですよ。毎日アップって結構大変なんですよ。私の動画で、ね、見ていただいてる方がこの動画見てると思うんですけども、結構きっちり編集してる方だと思うんですよね。駆け出し YouTuber みたいな私ですからね。すべてにおいて、まあこれからなわけじゃないですか。初めからプロなんていないからね。そんな私がですよ、やっぱりスタッフも含めて、まあまだまだこれからだったので、かなり時間かかるんですよ。一本の動画を作るのに。本当に今でも一本の動画をね、毎日詰めたら一週間ぐらいでできるかなレベルで、他の仕事もやってる中でスタートしてるものですから、一本作るのに2週間とかまあかかるわけですよね。じゃあね、毎日アップしろってことはどういうことなんだろうってね、2週間おきに1本飾るとしたら、月2本ぐらいしか上がんないわけでしょ。それを30にしようと思ったら15人ぐらいスタッフいりますよね。まあ、こんな感じですよね。とはいえ、さすがにね、人件費もかかるわけじゃないですか。普通というか、ちょっと僕はわからないけど、一般的な方はですよ、おそらく自分で全部やると思うんですよね。で、経費はなるべく抑えるっていうか、もちろん自分の時間もお金かけてるんですけどね、結果的には。でも、普通はそうやって自分でやるわけなんですけど、私そんな時間ないし、そのスキルを
なかなかね、今から身につけてやろうとまでは思ってないので、まあ、全部こう、やってもらってるんですよ。でも、一人の人間でもいいので、ということで、二人、三人、四人って言って、この9ヶ月の間にどんどん増やしていくんですよ。結果ですね、10名近い方が多分動画編集関わっていただいたんじゃないかなと思うんですけども、今は7、8名ぐらいですかね、週3以上ぐらいは関わっていただいて、動画編集をしていただいているという、まあ、ところまで動画編集スタッフ増えたんですよ。一般的に考えたら、広告ついてないわけですよ。1000人行って初めて土台に乗るし、そこからさらに総再生時間とかっていうのが問われてくるんでね、この動画見てる頃にはまあ広告をつけるようになってるかもしれないけど、まあ私自身がそもそも事業をね、やってますし、商売でね、それなりにうまくいってるから、細かい小銭儲けがやりたくてやってるわけじゃないので、当面広告はまだまだつける気はないんですけども。まあなので、まあ言い方悪いけども、ずっと赤字なわけです。でも、とにかく私は、やるならやるって決めてるので、1000人って今日言ってますけど、5000人、1万、10万とかだったらいいかなと、まあ思いながらね、あんまり有名になりたいわけじゃないのでっていう、この気持ちがちょっとセールかかってますが、中途半端は嫌なんでね、それなりにやるまではやろうかなと思ってます。次に、動画を上げるときに大事になってくるのは、サムネイルとタイトルあるじゃないですか。これがすごい重要なので、ここはやっぱりね、なんとなく分かってくれてると思うんですけど、サムネイルも素人がやってるわけじゃなくて、やっぱプロのデザイナーにお願いしてるんですよ。って言っても、うちの社内にいるんですよね。私とそうだな、15年ぐらいの付き合いになる子がいまして、まあその子がね、いつも実は画像作ってくれてるんですよ。あと、紹介文ですよね。題名みたいなやつとか、紹介文とかあります。概要とかあるじゃないですか。そのライティングスタッフっていうのを1名っていう感じで。総勢10名くらいで、実はこのチャンネルっていうのが出来上がってるんですね。1にはなってないですけどね。まあでも、そうやってみんなに支えられて、現在に至ってるという、まあそんな感じですね。あと、私が意識したことなんですけども、例えば、見てる方はわかると思うんですけど、服装とかも、できたら毎回変えたいなって思って、特に海外行った時は現地服着てたんですよね、極力。まあコスプレ感覚みたいなもんですよ。それがまあ日本になったら、日本でコスプレで変ですから、まあせめてその服変えようかなって、まあ、言ってるうちに服がどんどん溜まってるみたいな現象になって、服の部屋があるんですけども、衣装部屋と私は言ってますけども、ハムスターみたいな男だから、もうどんどん溜まっていくんですよ。まあそんな感じで、服をね、毎回変えるようにしてみようかなと、もう思ってるみたいなね。視聴者が見てるわけなんで、その方にとって、やっぱ見たいと思う動画はね、やっぱ提供できたらいいっていうふうに思うわけなんですけど、どんな動画だったらいいのかなって言ったら、視聴者の方がなかなか経験できないことだと思うんですよね。だから普通の人が経験できないことって何なんだろうと思いながら、実践していこうと思って、最近はね、やっぱりアクティビティとかも、あれば積極的に行くようにしたりとかっていうのはしてますかね。でも現実はね、やっぱりこう、過去の動画がもう大半ではあるんで、実際のところはですよ。だからこれから見ないっていうのはね、やっぱり今言ったような、ちょっとね、見てる側も楽しめるようなものを、そういう目線でね、作っていけたらいいかなというふうに思ってます。次は、近況報告をね、せっかくなんで喋ろうかなと。まずね、私の仕事の話はちょっとね、まあ、チャンネル的に旅だからしないんですけども、絶好調ではあります。なので、こういったね、旅とかに関しては、お金を気にせずですね、スイートルームとか、飛行機はね、バースって言いますけど、まああるわけなんですが、快適なね、旅を心がけてるというか、資金源として事業がね、絶好調だからということで、まあ順調でございます。意識してることっていうので、人生の充実度と幸福度っていうのをね、すごい意識してるんですよ。できれば毎日充実した、本当に幸せだな、今日も一日って思えるような生き方をしたいなと思って、ずっと生きてるので、なるべく毎日スケジュールをね、きっちりと結構埋めるタイプなんですけども、限界まで仕事と遊びをね、まあ、突っ込んで生きてるっていう、まあそんな感じなんですよ。まあ私、旅が仕事な部分も最近ちょっと多いんですよね。私の仕事的にね、関わっていただいてる、まあ、方々っていうのは、まあ、お客というよりは仲間みたいな表現を使うんですけども、そういった仕事仲間の方々と旅に行くことが非常に多いんですよね。それ以外の時間っていうのはね、ゴルフをしてみて、ね、ちょっと体を動かしたいなっていうレッスン通ってたりもしますね。あとは、年齢がね、ちょっと私、先日41になっちゃった。もうこれ以上年いらないんですけど、まあ増えちゃったんで、老化は物理的にね、私がどんだけ抵抗しても訪れてしまうわけじゃないですか。せめてね、少しでもこう、美容っていうものに今まで本当に興味なかったんですよ。だけど、ちょっとやっぱりちゃんと意識をしていかないと、いろいろ一緒なんじゃないかなとか、まあ、そういう時だけネガティブに考えてますので、あと脱毛みたいなことしたりとか、歯のメンテナンス大事じゃないですか。もう月に2回とかはね、歯医者に行って、まあ、ホワイトニングだと中心ですけども、健康も考えるという部分で意識したりとかということでね、まあ、実際はダイエットもできてないんですけども、まあ、健康を意識するようになってみたりとか、まあ、英会話ずっと習い事を続けたりとか、まあ、実際うまくないんですけどね、まあ、そういうね、自分の、まあ、趣味というか、まあ、させてもらいながらね、仲間と旅に行くっていう、まあ、そういうライフスタイルです。
ですね。僕の動画見てたら、何人で言ってんのこれっていうのあると思うんですよね。中には100人超えてる人ものもありますからね。それぐらい僕、まあ、みんなとワイワイ行くって大好きなんで、マレーシアだったかな、200人ぐらいツアーしたことあるんですよ。バスをね、4台とか5台とか借りて、みんなで行く。しかもマレーシアですよ。みんなでせっかく行くんだったら、その現地でね、前回まで楽しんで、ハッピーに楽しんで、やっぱり自分がね、それなりに幸せになってるので、今度は人を幸せにできるようにっていうことで、なるべくね、皆さんに負荷かからないように、一部負担してあげたりとか、これは仕事の話ですけどね、頑張ってくれる子には、将来旅行だって、体感したことないようなことをね、体験させてあげたりっていうのは結構やってることなんですけど、これはどうなのかなと思いながらちょっと喋りますけども、私、買い物みたいなものもちろんするんですよね。家にね、やっぱりいる率が上がってますから。だから、まあ、家にお金をかけようっていうね。家具とかにね、すごいお金をかけて。値段とかをちょっとやらしいからいいんだけど、例えば、この部屋はもう全部、欲しいなって揃えてみたりとか。服は結構さっき言ったように買うんですよ。金額とかも、ちょっと本当に僕は、金持ち YouTuber 的な露骨なギラギラ系っていうのは、あんまり自分のポリシーというか、ちょっと反するもので言えないんですけど。そういうお洋服にも、それなりにお金をかけてるとか。地球は遊び場っていう言葉をよく使うんですけども、今はね、海外行けないから、日本が遊び場になってますから、非日常体験するためにはね、例えば車とかでもそうじゃないですか。車なんか私本当に興味ないんですよ。大阪でも東京でも、やっぱりこう都会に住んでたら、タクシーで十分なんですよね。車なんかいらないんですよ。まあ、だけどですね、最近ね、多分動画、あ、まあ、これから上がるのかな、私の車がポロポロ出てくると思うんですよ。1台とかじゃないんですよ。複数ですね。で、私の場合は、自分一人では使うわけじゃなくて、みんなで使おうよみたいな感じなスタンスで、例えば10台買って、ドライブに行こうよみたいなことをしてみたいんですけど、いろんな色の車とかね、スポーツカーとか、あまりこう乗れないような車をね、いくつか用意して、みんなで楽しめたらいいかなとか思ったりしてますね。あとは、ヘリですね。東京でね、まあ、ヘリを購入しまして、新木場からですね、基本的には関東全域、しょっちゅう乗ってますよ。だいたい感覚的に週1ぐらいの。この9ヶ月ですね、ずっと乗ってたんですけども、まあ、正直その、飽きたって言ったら変な言い方ですけど、行く場所が減ってきましたね。やっぱり新しい場所の方が刺激もらうの楽しいんで。なので、実は福岡ヘリをっていう話がちょっとヘリ業者から入りまして、僕はあのヘリは共同購入で買ってるんですよね。一人で買ってないんですよ。これはもうこんなとこ嘘ついても仕方ないので正直に言いますけど、一人で所有して毎日乗るかって乗るわけないんですよ。何人かで買ってれば賢いですから、東京も共同で買ったんですけども、大阪も、これもまあ知り合いの経営者に言われまして、協力お願いします、みたいな感じで言われて、福岡で買ったんですよ。この動画を撮ってる今日現在では、まだ実は乗ってないんですよ。初ヘリ、福岡に乗りますから。実はまだ乗ってないにもかかわらず、まあ性格、そのヘリ業者もよくわかってて、この人言えば買うみたいなね。僕拠点大阪です、本拠地は。なので、大阪でもいかがですかって言って、ああ、いいっすよ。みたいな感じで、実は大阪も買ったので、まあ、3月、東京と、あと、そこから、まあ、いろいろまた飛ばしていきたいなと思ってるんですね。北海道とかちょっと遠すぎますけどね。北は仙台ぐらいまで行けますよ。南は鹿児島ぐらいまで行けます。沖縄無理です。沖縄と北海道以外は、もうこの3期で大体回れるようになりますよ。だから、あとは全国、まあ、こういう感じで、こう、移動できるね、範囲をちょっと広げながらやってるっていう感じですかね。今年は気球を買おう。まあこんな話も出てて、これはまあ、リアルに買おうと思ってるんですけども。で、こんなことを言ってるとね、パイロットがいるんですけども、パイロット知り合いますよっていうことでね、言われまして、ぜひね、今年本気で買おうと思ってますから、今私が考えてる気球のデザインですよ。どんなデザインでしょうか。でね、まあ、こんなことばっか思ってるんですけども、このチャンネルはハッピートピックスですね。まあ、そのハッピートピックスは意味合いそのままですよ。幸せな旅行、ハッピートピックスいいんじゃないかな、とか思って今考えてる途中ですかね。ビジョンみたいな話をして終わろうかなと思いますけども、私は国内の旅行の、まあ、主要どころをまずはきっちり押さえていきたいなと思って、人生折り返し地点だと、まあ、思ってて、40過ぎたわけなんでね、残りの余生ね、まあ、半分ぐらいかもしれないし、分かんないけどもっとあるか少ないかは、結構生き方というかね、考えさせられるんですよ。仕事は好きですけども、仕事をするために生まれてきたわけじゃないっていうかね、やっぱり楽しむっていうね、遊びも重要なんですよ、僕にとって。まあ、仕事と同じぐらい遊びも重要だと思ってるんですよ。じゃないと絶対に後悔すると思ってますから。なので、今こうやってね、日本の中で、かつ、緊急事態とか、そういう物騒な言葉も出てくる時代なのでね、どうやってこう、コロナ禍の中で全開で遊べるのかっていうのは、もちろんその、ちゃんとコロナにならないような、感染防止対策みたいなことはしますけどね、その中でみんなで楽しめることを追求していこうっていうふうに、まずは思ってますね。ちょうど先日、キャンピングカーにまた、で遊んできたんですけどね、まあ、少人数でなるべくアウトドアというか室内で密室でちょっとまずいと思うんです
ですけど、私はキャンピングカーでちょっと日本一周したいなと思ってて、それもやっぱりこうチャンネルで見せれたらいいかなというふうに思ってるんですよ。なので、まあ、そういうこともちょっとやっていこうかなと思ってますね。先ほど言ったようにね、普通の人が体験できないようなことを私がやっぱりね、まずは行動に移していってね、実際に体験して、でその中で皆さんにとっていいものはどんどん一緒にね、皆さん自身も体験されたらいいかなと思いますし、単純に見て楽しむとかも思ってもらえたら嬉しいなとか思ったりしますね。お金あるからいいわけじゃないんですけども、お金というブロックを外してみて、日本でどれだけ全開まで遊べるのかっていうのを、旅というテーマに基づいて関連することで遊べたらいいかなということで、今後もそういった動画をね、撮っていけたらまあいいかなというふうに思ってますね。あとはまあこれは本当のビジョンですよ。長期的な話ね。いろんなリゾート施設とか、まあ、温泉とか、そういう遊び場に行くわけなんですけども、そうだったらこうしたいなと思うことも中にはあるんですよね。僕ってすっごい影響を受ける男なんですよね。だから、いろんなことをやっちゃうタイプなんですけども、自分でいろんな施設作ってみたいなっていう気持ちもちょっと目覚めたんですよね。自分の星のリゾートみたいなね、丸々リゾートみたいなものを作ってみようかなとか、ちょっとまあ、少し芽生え出してるっていう感じですね。9ヶ月いろいろありましたけども、そうやっていろんなことを思いながら、現在に至りながらということでね、今もやってるということでございました。近況報告ということで、まあ以上にしたいなというふうに思いますけども、線っていうのはあくまで通過点ですよね。別にここで人生変わったわけでも何でもなくてですね、ようやく土台に乗ったっていうね、広告貼ってもいい権利をゲットする手前まで行ってるみたいな、そんな感じなレベルなんで、まあ全然なんですけども、私にとっては初めての経験なのでね、まあ記念しまして、こうやって動画をまあ撮らせていただいた次第でございます。次はどうしようかなと思ったんですけどね、まあ1000と次は2000かなと思ったけども、5000ぐらいまではもういいかなと思ってたので、5000、次行った時はね、このようにまた動画を撮らせていただいて、今以上に何か進化したことを近況報告として話できたらいいかなというふうに思います。長くなりましたけども、引き続き皆さんね、ご視聴の方をしていただいて、応援していただければと思います。以上です。どうもありがとうございました。